こんにちは、オンリーです。今日モンクラやっていこうと思います。2本続けてのネザーでの動画だったので、今回はオーバーワールド現世でお送りしていきたいと思います。まあ、とりあえず裏作業報告じゃないですけど、この辺にね、整理整頓し始めました。で、まあ額縁がまあこのワールド動物を殺すことができないので、ちゃんと製図家さんから攻撃してもらったものを使ってます。はい、こっちはこっちないか。ここにダイヤモンドで、ここは防具かな。こんな感じで、あれ、ここはないか。こんな感じで、まあ、この辺はだいたいあれだね、エンドシティ、エンドシティからもらったやつだな。まあちょっとね、近々っていうかコラボを考えてるんですけど、なかなかね、ちょっと声かけづらいんですよね。誰か来ませんか、このワールド。なんか作ってくれる人いないかな。自分なんか人が作ったもの見るのすごい好きなのと、あと勝手にワールドに物が増えてるのすごい好きなので、全然コラボお待ちしております。もう誰か声かけてください、お願いします。はい、というわけで今日なんですけど、まあ、タイトルにもある通り、装置系ちょっといじっていこうと思います。で、まずこのアップデートで完全に使えなくなったのがちょっと1個あって、こちらです。今ピストンが一応向こう側伸びた状態だけど、1個だけサトウキビを持って、本来ならサトウキビが植わってる状態だったこの装置なんですけど、もうちょっと一旦壊します。ここを壊して、まあ、この装置今から壊すんですけど、ここですね、ここにサトウキビが植わってました。ここに水源があるんですけど、この水源じゃなくて水流が伸びたピストンの中に入らなくなっちゃったっぽいので、サトウキビも植わらずって感じですね。はい、まあこれは今から撤去したいと思います。とりあえず撤去する。まあそれ前にもう一個っていうか、サトウキビまだ増やす方法があって、こっちですね。こっちの、まあ、今一応サボテンをそのままコップにする機械なんですけど、あれサボテン割ってなかった。ここにサボテン割ってるはずなのに。そう、ここに竹なりサボテンなり、あとワカメとサトウキビも一応いけるんですけど、まあ、サトウキビの場合は、この植わるブロックの側面に水がないと育たないんですけど、こんな感じで、この装置は使えます。こっちのね、まあ、従来の装置に比べたら圧倒的に効率落ちちゃうんだけど、まあ、こっちがもう完全に使えなくなっちゃったので、で、まあちょっと一生分のエリトラのための紙は一応補充してあるので、この辺もちょっと移動させないといけないですね。で、まあちょっととりあえずこれを撤去していきたいと思います。はい、一通りシェルカーとかにサトウキビを入れて運んでるんですけど、キリがないですね、これ。本当にキリがない。実はホッパーで入れてるけど、これもめちゃめちゃ遅いし、てかシルカーに入れるの間違いだったかもしれない。もっと入れるもんあるだろうって感じなんだけど、いやー、これは根が折れそうですな。機械2つあと作る予定だったんですけど、できるか分かんない。これが終わったらコンパレーターが今まで使えなかったので、それを使って、まあ丸一製造機を作ろうと思ったんですけど、ちょっとめっちゃ長くなりそう。これ裏でやっときます。はい、よっしゃ、とりあえず壊し終わりました。で、ついでに壊したいのがこっちなんですけど、これコンパレーターない時に自力で一製造機を作ろうと思った結果ですね、まあ、これもちょっと壊して新しいものを作りたいと思います。はい、綺麗になくなりましたので、ここに丸一製造機作っていこうと思います。まあ、多分同じものを2つ重ねるだけになると思います。とりあえずホッパーで、多分だけど
結構長めに撮った方が、あれ違うな、間違えた。ホッパーの日多分こんな感じだと思います。で、ホッパーをここかな、5個伸ばして、これで OK で、こっちに黒曜石忘れた。ここに黒曜石を5個、1、2、3、4、5、こんなもんでいいかな。で、その次にガラスかな、ガラスを2列増やして、ここにピストン、違う、ここに石ができて、ピストンでこのホッパーの上にできた石を運んでくれる感じにします。とりあえず一応ピストンがこの列で、ここに石ができる。だからどうすればいいんだ、こうか、この辺に受け皿を作ります。あれ、はい、こんな感じで、ここもか、ちょっと角も閉じちゃおう。はい、これダメ、これいらない。で、今考えたらネザライトってただただ攻撃力上がっただけかな。なんか採掘速度が上昇したとかそういうわけではないんだね、多分。で、ここにボタン、水をせき止める用のボタンで、そしたらホッパーじゃないわ、ピストンを置く前にバケツで水を、これもしかしたらね、アップデートできなくなってる説あるけど大丈夫かな。こうやってまずとりあえず水を流す、この上にホッパーを置きたいんですけど、ホッパーじゃないわ、ピストンか、いけるね、 OK、 そうです、大丈夫、 OK。 でちょっとミスった、ここブロックだ、ブロック、ここはレッドストーンの努力が来るようにしたいのでフルブロックのがいい。あ、いや、フルブロックじゃないとダメなのか。よし、水流れちゃう。で、この辺もね、整地したはいいんですけど、ちゃんと湧き潰ししてないっていう。よし、ここまで来たら回路をつなげると、回路多分どこに作ってもいいと思うけど、こんな感じで、このくらいスペースあればいいかな、多分。こうして、こうして、こうするでしょ。で、こっちかな、こっちからリピーターが1個、あとこっちにリピーター2つだった気がする。こんな感じでどうかな。こんな感じの回路、こっちにいるかも。あと、ここつけるか、ここはつけていいのかな。これでどう、あれ、これいけてる、あ、いけてますね。このコンパレーターに一瞬だけ動力を与えるっていう、こう来て一瞬だけ与えて、で、横から動力を与えることによって動力、こっちに伸びる動力を切れるはず、多分。で、この定期的に一瞬だけピストンが伸びてくれるっていう。で、ここに石を作るためにマグマを流せばとりあえず完成かな。ここにマグマを、これでいいはず。で、スタートすればガシャンと前に押し出されてるよね。で、壊す、なんか若干遅い気がするけど、あ、いけてるいけてる、ペース的にはこんな感じだと思います。石ができるのは水流の上から
マグマが垂れてきた時だから、まあ普通に今から作る丸石製造機はどうすればいいんだ。よし、まあとりあえず石製造機はこんな感じかな。どうしようかな。前に動力を持って来た方がいいかな。ちょっとここに動力が行くように、ここかな、どこにしよう。じゃあこうして、多分これでも動くと思うんですけど、これで動くよね。動いてるね。一瞬だけ動力いってる。だからこのブロックに前から動力を与えられるようにしたいから、どうすればいいんだ。ここにレバーつけたらどうかな。ここにつけるか。じゃあここにレバーつけて下掘って、下掘っていいかなこれ。よし、ここからブロック、ここにトーチつけたら、トーチなかった、トーチをつける。ほい、行ってる？行ってるね。これをオフにするときはこうしとけばいいのかな。 OK だね多分。でここをオンにすれば動いてるね。 OK。 これと同じことを、ちょっとねスペース取っちゃうんで、この辺から足場ブロックを伸ばして2階に丸石製造機を作るようにしたいと思います。はい、ちょっととりあえず土台を作っていきます。ここに隙間を開けて、ここからでいいかな。ここから土台を作っていきます。あれ、この範囲で大丈夫かな。よし、じゃあまあ下と同じように作っていくけど、もしかしたらできない。ここかな。ここにとりあえずチェスト置くでしょ。ここにチェストを、その次にホッパー、ホッパーがここと、あとこっちか。こっちのブロックを全部壊して、こんな感じかな。でここにブロック、こんな感じか。これで良さそう。違うな、ここに、ここにホッパーかな。まだホッパー置いちゃダメだ。だからブロックを先に後ろに、よいしょ。でここに水を垂らしてって感じかな。でここを、石を先に1、2、3、4、5と、ほい、ここダメだ。ボタンを置いて水を止める。でここから水を流す。あれ、ああそっか、そういうことか。なるほど、これ半ブロックの上に水流れちゃうかもしれないのか。いや、もしかしたら下のマグマが黒曜石化してたかもしれない。危ねえ、気をつけましょう。ブロックに向かって水を置かないと多分そうなっちゃいそう。でまあピストン置く。でまあここに動力を下と同じように与える感じでしょ。でこっからが問題だよな。ここにマグマを流さないといけないけど、普通のマグマじゃダメなんだよな。ちょっと一旦やってみるか。こんな感じで
違うな、もう一段下なのか。足場がもう一段下でしょ。難しいな。こういうことだよね。ここで削りたいけど丸石ができるかわからない。いや、どうしようかな。普通にシルクタッチで掘らなければいいってだけなんだけど、そうしようかな。はい、ちょっと2段目も作り始めたんですけど、シルクタッチで掘らなければいいということで、幸運のつるはしで掘ることにしました。ということで今日は終わります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。